さあ今日の質問ですマルコ10章18節がどうしても分かりませんこのイエスの言葉が真実ならイエスは神ではないと考えるべきではないでしょうかはい、これはクリスチャンでない方からの質問ですマルコ10の18っていうのはこういうふになってますイエスは彼に言われたなぜ私をたっといというのですかたっとい方は 神お一人の他には誰もありません。という言葉ですね。さあ、すべての聖書、箇所の解釈に適用される3つのステップについてお話をします。第1番目、まず文脈を確認するということです。この言葉は止める若者とイエスの会話です。そしてこの青年には地位も富もありました。 当時のユダヤ教の考え方では富は神から祝福を受けていることの証拠でしたしかし彼には永遠の命を得ているという確信がなかったのですだから彼はイエスに何をしたら永遠の命を受けることができるかと質問しましたそれに対する答えが先ほどの言葉ですまず文脈を確認2番目その時代の 言葉の意味を考えるとということです。特にここでキーワードになっているのが彼はイエスに「たっとい先生」と呼びかけているこの「たっとい」という言葉ですね当時のこの言葉の使い方は神のみに用いるべき言葉であって軽々しく口にすべきではないということですしかしこの青年はイエスに対して「たっとい先生」と言っていますつまりイエスを「 神だとは認めていないのに、ただ、へつらいの言葉を使っているだけなんです。このことがわかると、3番目に、その上で意味を汲み出すという作業になります。イエスは見抜いてるんです。この青年が救いに関して誤解していることを見抜いています。つまり、技による救いを考えているということですね。信仰による救いを彼は考えてないわけです。もう一つは、 イエスが神であると信仰を持ってないということです。それをイエス様は見抜いてるから逆に彼の信仰を試すためになぜ私を尊といというのですか。尊い方は神お一人の他には誰もありませんと言われたわけですね。これはイエスがご自分が神であることを否定されたわけではないんです。イエスはある答えを期待してるんです。それは もし彼があなたは神ですと告白していたらイエスは彼の信仰を祝福しあなたは永遠の命を得ていますとお語りになったはずなんですね。ですから結論はイエスの神聖神であることを否定する言葉ではなくて逆にこの青年の信仰を引き出そうとした言葉であるというのがここでの結論ですね。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。